クルト・シュバーエン、クルト・シュバーエンはドイツの作曲家。シュベエンとするカタカナ表記も見られるが、ドイツ語の標準的な発音はシュバーエンであり、注意が必要である。シュレージエンのカトビッツ出身。1929年から1933年までベルリンやブレスラウの大学で学び、クルト・ザックスやアルノルト・シェーリングの教えを受けた。1930年に、 ハンス・アイスラーと出会い、作曲のスタイルに大きな影響を受けた。反ファシズム学生運動に参加し、ドイツ共産党に入党したため1935年から1938年まで拘束された。第二次世界大戦後は、ベルリンでアマチュア音楽団体、合唱団、音楽学校、室内楽団のために作曲したり、出版社のアドバイザーを務めるなど音楽文化の 再建に尽力した。1953年から1956年までベルトルトブレヒトと共に仕事をした。1961年に東ドイツ芸術アカデミーの会員となり、1965年から1970年まで音楽部門の長を務めた。1962年から1978年まで東ドイツ国立民族音楽委員会の委員長を務め、 さらに1973年から1981年まで、ライプツィヒの子供音楽劇場の監督であった。東ドイツ政府より多くの賞を受け、1983年にはカール・マルクス大学から名誉博士の称号を送られた。作品は620以上に及ぶ。ありがとうございます。